せーの。すんちゃん。今日のファッションチェック。イエーイ。ねー。何を意識しましたか？ちょっとね、私はね、すんちゃんのこれを見てこれと色合わせたんです。あ、私はね、ゆかのこれ見てこれ合わせたの。あんた。あんた。よかった。ありがとう。今日のポイントは？今日のポイントは乳首です。ちょっと 見えるか見えないかぐらいの乳首、白いです。わかりました。はい。おディガよ。車から降りたんですけど、まだね、わかんないの。美容室です。美容室？びっくり。あ、私も着るよ。私も着て、ゆかも着て、ゆかは栄養もやるよ、全部。高かった。そうそう。でも髪の毛でゆかは喜ぶかなと思って。栄養とかね。やりたかったの。見てきてや。見てきて。変わって気持ちいすげえ髪の毛、こうやってやれるんだね。なんかレーザーみたいなやつ。そうそうそう。これは本気であれやってんだね。本格的だね、これが。こうやってレイジを今やってますね、ゆかちゃんが。こういうお土産が一番いいと思います、私は。ゆかには前一回服あげたことありますからあげますけど、なんかいきなり ありがとうって言ったけど全然ダメだった。その、ありがとうの反応は、なんでこれ買ってきたの、すんちゃん、あ、すんちゃんちょっとセンスないって感じの顔でしたから。じゃあ韓国はこういうのがありますね。とりあえずこれで誕生日のレベル2はクリアです。じゃあ、ほな休憩してください。はい、よかったよ。どうでしたか？いや、すっごい良かった。サラ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 になったよ。私もちょっと来たよね。そうそう、一緒に予約したの。ちょっとなんか時間長いから言うたから、そうなんだよね。私もですってしてて、そうだから、さっき美容室行った時、すんちゃん待つの大丈夫かなって思ったけど大丈夫だったって。そんな感じで最高の誕生日です。これなんかおまけでもらいます。ないんですよ。アロマオイルのやつです。今日も動画が良かったなと思ったら、いいねとチャンネル登録お願いします。そしてインスタグラムとツイッターのフォローもよろしくお願いします。それでは皆さんも今日も一日お疲れ様でした。次の動画で会いましょう。バイバーイ。アニョ。